こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です、コロナウイルス、まあもうすごいね、脅威というか、まあパニックというか、まあなかなかすごいことになってきてますけど、まあ予想外というかね、まあある程度予想はしてたんですけど、思った以上に巣ごもり消費ということでね、ネットショッピング、アマゾン支出非常に追い風になってます。まあみんな巣ごもりでね、やっぱり普段買い物行ってた人も、ネットで注文してると。ね。アマゾン、もう大躍進中、ね。コロナウイルス騒動の巣ごもり消費でアマゾンは大躍進中と。アメリカではアマゾンの配達員を10万人雇用すると。ね、で会員さんからも、売り上げが2倍になっていて、ね、予想が当たったと。全体もそういうことになっているという報告もいただいてます。ちょっと不謹慎かもしれないですけど、アマゾン室には非常に追い風になっていて、まあ、思いもかけないね、特需、みたいになってます。そして、まあ、日本でもやはりね、まあ、日本でもというか日本こそでしょうね、巣ごもり消費は、まあ、すごい、大きく伸びています。まあ、今これからの日本人を待ち受ける問題とかそういうのではなくて、目先のもコロナウイルス対策ね、非常に重要になってきていると。でこの、まあ、ほとんどの人にはマイナスなコロナウイルス、ネットショッピングには非常に追い風になっている。まあ、この機会に、ね、オーストラリアのアマゾン室、家にこもっている間にアマゾン室を覚えてみてはいかがでしょうか。まずはこの無料メールセミナーに、ね、今すぐ登録してください。こちらにメールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押すと無料で Amazon 室のノウハウが学べます。今動画で見てる方はね、動画の説明欄、 YouTube 動画の説明欄にこのメールアドレス、メールセミナー登録するリンクが貼ってありますので、そちらをクリックして登録してください。日本に住んでいるのにオーストラリア Amazon 副業で稼がないのは損です。ご登録お待ちしています。 Amazon 室サポーター堀秀夫でした。